の6ページなんですけども、家計なんですが、洗濯機の種類が出ています。洗濯乾燥機どう洗濯、まあ、洗濯乾燥機どう洗濯というふうに、まあシャレじゃないんですけども、まあそういうふうにタイトルが書いてありましたが、というふうに書いてあったんですけども、まあ縦型だと汚れが落ちやすいというふうに書いてありますが、値段がどれも高いなと思いました。値段が出ているんですが、2万円ぐらいの洗濯機を使って自分にとってみると高すぎんだなと思いました。あまりにも高すぎんなと思いましたが、